これすごいなと思うのが、めちゃイケなんですよ、うん、極楽とんぼさんはめちゃイケに入ったんですよ、うん、で雨上がり決死隊さんって実は裏話でめちゃイケに入るかもしれなかったらしいじゃないですか、うん、岡村が言ってたけどね、天然素材の劇場にすぐ飛鳥さんが見に来てて、うん、ほんで最初はまあ一応リーダーで、まあ、人気もあったので、はい、オラを見に来て、ほんで何々を見てどっちかってなったらしいね。ナイナイさんか雨上がりさんかと。でその時に言ってたのが、飛鳥さんが雨上がりはもうすでに完成されてると、ナイナイは荒削りだと、だからこっちを要は育てたいっていうことでナイナイが選ばれたっていうのは岡村に昔聞いたことあったけど、もしかしたらですよ、雨上がり消したいと良い子極楽のめちゃイケっていうのも可能性としてはなくはなかったわけよ。いやそれはでも多分ないね。それはないんだ。ないね。そもそもナインティナイン良い子中心の番組だったから。あ、そうなんですね。うんうん、トブクスリーの時はもうナインティナイン良い子が中心の番組で、俺らが出てないコーナーもあったもんね。うん、いっつも言ったら関係ないやってろぜって。